タイに行けまーす。イエイエイエイ、タイに上陸でーす。めっちゃ綺麗、本当に本格的ですね。待って、マジでやばいんだけど。あなたはすごい不幸ですって書いてある。皆さんこんにちは、サディカー、メティでーす。今日私はじゃじゃん運転をしております。実に1年ぶりなので非常に怖いです。今日はですね、タイに行きたいと思っています。なので私は今タイに向けて車を運転しています。この前の動画にも挙げた通り、なんかあれから私は今結構不幸の連続で、今結構気持ちが沈んでいます。すごい悲しいことが立て続けにあって、もう無理。そのね、ちょっと立て続けはまあおいおいお話ししようかなと思うんですけれども、まあ、とりあえず今はちょっと今車でタイに向かってるので、あと30分ぐらい頑張りたいと思います。本当にね、日本の高速道路はめっちゃ難しいです。特に東京はやばいです。もう迷路、本当に迷路。はい、ということでもうすぐでタイに着きます。工場地帯だけど、本当にタイはあるんでしょうか。木と工場しかない。あれ、突然タイが見えました。おお、すごいやん、ガチ。おー、皆さん聞いてください、私はどうやらタイに着いたようです。着きました。さて、タイに着きましたよ。タイに着いたよ。こんにちは、サディカこちらにはタイのお坊さんもいらっしゃって、たぶんお供え物もできるそうです。だよって教えてもらったので、今から行きます。じゃじゃーん、すごい、ホテルでございます。めっちゃ綺麗、本当に本格的ですね。タイに上陸です。すごい、本当タイじゃない？本当タイすぎてびっくりなんですけど。で、私本当にタイのね、お寺が大好きで、もうこの正面からのこのド迫力すごくないですか？こんにちは。こちらのワットパクナム寺院はバンコクにあるプラネタリウムがめっちゃ綺麗なワットパクナムってあるじゃないですか。そこの日本別院だそうです。日本に住むタイの移住者の方々のために作られたそうです。なんか日本人との交流施設みたいのもあるらしくて、タイのマッサージの研修とか、あとタイ料理とか、なんかそういったレッスンなども行われているそうです。あと有名なのが、年に何回かここで祭事が行われるんですよ。その時にもこの辺お店がね、ずらーって出て、ね、いろんな交流ができるそうです。今度はそれにまた行ってみたいなと思いました。
ってマジでやばいんだけど、これ、あなたはすごい不幸ですって書いてある。あなたは寝るときにいつも苦しんでいるでしょうって。めっちゃ当たってるんだけど、どうしよう。本当に先週の動画出してから本当に私いろんなことがありすぎて、もう特に誹謗中傷されたりとか、あとちょっと自分の大切なものをなくしちゃったりとか、いろんなトラブルに巻き込まれてちょっと嫌な思いしたりとか、なんかそういうのが最近すごい立て続けに起こっててだったので、なんかちょっとここに来てね、お次の言葉もいただいて、私は今しんみりしました。なのでね、ちゃんとお参りの方もしていきたいと思います。ひぇー、ここがすごいですね。綺麗な絵が描かれております。目くじにも書いてある通り、時間が解決してくれるでしょうって書いてあるので、あと坊さんもすごい優しくしてくれたので、本当に今心が救われました。ありがとうございます。あー、大きいのあるって言われて来てみました。なんか待って、トゥクトゥクをさ改造したやつみたいなのなんだけど、え、大丈夫なの？お魚の餌やり場だって。大切な人へ願いを繰り越しております。私のタイ旅行が無事成功しますように。どうぞ。じゃあいただきます。あれ、今なんか、これ、ご飯本物ですわ。美味しい。めっちゃカオマンガイ食べたかった。このタレうま、甘い醤油みたいな。甘い醤油です。バットパックナム行ってまいりました。すごいね、思ってた以上にタイで、タイだったな。すごいタイの方が親切にね、いろいろ教えてくれてよかったです。ありがとうございました。文化それで、私は今すごい運が悪いということで、はい、身を引き締めて頑張りたいと思います。ちなみにさっき言ったバットパックナムは、あの成田っていう千葉の大きな国際空港があるところにあるんですよ。びっくり、なんでなんであんなところになんだろうっていうあれですが、めっちゃ穴場です。タイが好きな方はぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。でも今からデザートも食べます。ウティちゃんでございます。あ、ありがとうございます。でかっ。パリパリ。さてさて、味はどうでしょうか。いただきます。うん、薄いロティーだよ。うん、ロティーや。甘、うま。違う、揚げロティーでした。私は軽いから全然食べられる。日本で本物のロティ屋さん知ってる方いたらぜひ教えてください。
さん聞いてください。無事に車終わってね、家に帰ってきてね、ゆきスマホ見てすごいびっくりしたんですよ。なんとね今回車をねレンタルしたんですけど、なんか追加で4000円ぐらい取られてしまったんです。1000バーツ取られたってやばくない？違反してないのにだよ。今回ね、6時間パックで借りたんですよ、車を。でも帰り道にちょっともう渋滞をねめっちゃしてて、でもうほんとあと5分足りなくて、あーもう延長するしかないかみたいな感じで延長したら、なんか6時間パック過ぎたからプラスで距離料金4000円取られてました。なので私今から頑張って仕事をしたいと思います。それじゃあ皆さん、さよなら。